まずナイスゴールでした、1点目のゴールシーンの振り返りをお願いいたします。そうですね、本当に1点ビハインドっていうところもあったし、自分としてはあの本当に決めるってことだけ考えてしっかりあの決めれてよかったなと思います。続きまして2点目の振り返りをお願いします。まあ、2点目も本当に決めなきゃ追いつけない状態で、まあ、前半ああいう形で失点して終わってしまったので、後半の初めしっかり早い時間に点取ろうって話している中で、まあ、早く点取れてこう次の得点につながって逆転ということにつながったのでよかったなと思います。最後に今日もたくさんのサポーターの皆様が来てくれました。一言お願いいたします。本当にたくさん来てくれると僕たち選手にもすごい力になるし、まあ、本当応援されてるなと思いながら戦えるので、まあ、引き続きたくさんのお客さんに見てほしいと思うので、僕たちもしっかり残り2試合、まあ、ホームで勝ち続けられるように頑張るので応援よろしくお願いします。ありがとうございました。